みんな、今日はリカちゃんと一緒にお姫様シール絵本で遊んじゃおう。このシール絵本にはね、じゃじゃーん、こんなに素敵なドレスがたくさんついてくるんだ。いろんな色のかわいいドレスがいっぱいだよ。みんなはリカちゃんたちにどのドレスを着せたい？あ、これは王子様？お姫様シール絵本、ページをめくって遊んでみよう。馬車に乗っておとぎの国へやってきたリカちゃんとひなちゃんとみゆちゃん。3人はどんなお姫様になれるかな？綺麗なドレスを着せてみるよ。リカちゃんに似合いそうなのはこのピンク色のドレス。おっとっと、このドレスふわふわでかわいい。お着替えさせてみるよ。わあ、リカちゃんお姫様によく似合う。ひなちゃんはどんな衣装が似合うかな？このドレスかわいいよね。ひなちゃんに似合いそう。うわー、ぴったり。みゆちゃんにはこの黄色と赤のドレスをお着替えさせてみようっと。わあ、とってもキュート。3人ともドレスにお着替えしておとぎの国に。次のページをめくってみるよ。わあ、お庭でティーパーティーだって。リカちゃんとさくらちゃんとみゆちゃんがお庭でティーパーティー。かわいいドレスを着せてあげよう。ティーパーティーにこのドレスはどうかな？まずはリカちゃん。わあ、素敵で上品なドレス。次はさくらちゃん。さくらちゃんはこのゴージャスなレースのドレス。このドレスかわいいよね。このドレスにお着替えさせてみるよ。うわあ、素敵。最後はみゆちゃん。みゆちゃんはこの黄色いドレスどうかな？ここにバラのお花もついてるんだよ。あ、レトロで可愛いドレス。お着替えさせてみるよ。とってもよく似合う。3人とも紅茶を楽しんだりケーキを食べたりしておしゃべりしながら、とっても楽しいティーパーティー。素敵だね。次のページをめくってみるよ。わあ、舞踏会でダンスだって。もうすぐ王子様が来るから、かわいいドレスでおしゃれしなきゃね。みゆちゃんはこの黄色いドレスなんてどうかな？かわいいよね。お着替えさせてみるよ。わあ、みゆちゃんにぴったり。アリスちゃんにはこの真っ赤なドレスどうかな？うわあ、素敵。みゆちゃんもアリスちゃんもこのドレスすっごくよく似合ってるね。リカちゃんにはどんなドレスが似合うのかな？王子様が来るからシンデレラみたいな真っ白なドレス。うわー、花嫁さんみたい。とっ
っても綺麗だね。あ、見て見て、王子様がやってきたよ。リカちゃん姫、僕のお姫様になってください。はい、喜んで。パチ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 、よかったね。こうして王子様とリカちゃん姫は末永く幸せに暮らしましたとさ。なんちゃって、これが現実ならいいのに。お姫様のドレス遊びとっても楽しい。いろんなシールをペタペタ貼って、お洋服を着せ替えて楽しく遊んじゃおう。バイバーイ。王子様にドレス着せても楽しい。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。